決着がまだついてねえぞ。口入った。ピッピッの野郎。あ、なんかうごめいて。え、か、え、うわ、そこのお前、んこちらに気づけばすぐ襲ってくるぞ。マジでやべえじゃん、早く逃げよ。こうなったら自爆するしか。すまない博士。か、うぜえ。ちょっと待った。あ、ぜひ名前を教えてほしい。ああ、埼玉だけど。焼却、完全に捕らえた。これで先生も少しは本気に。後ろ。はい、俺の勝ち。情けは無用です。以上です、先生。ずっと人間の能力の低さに疑問を抱いていた。自分以外の人間が頭の悪い動物にしか見えなかった。私にはそれが苦痛だった。そうだ、確か15歳の時だ。あの時私は人類を進化させ自分の馴染める世界にする計画。お前も知りたいのか。いいだろう。この場で教えてもらえるのか、先生の強さの秘訣を。俺にも聞かせてくれ。え、誰。ジーナスだ。ということは今日がスーパーロー特売日だね。なんだこの男は。先生はこのことを気にされている。もうやめよう、こんな研究は。変わるべきは私なんだ。帰っていいか。こいつ風神逆。チェックメイト。あ、すまん。いや、わざとじゃないんだよ。寸止めしようと思ったら勢いでぶつかっただけで。あ、この俺から逃げられると思うのか。今よく見てなかった。あいつの顔に切り込んだと思ったら刀身が。忙しいって言ってんだ。イライラしてんだから邪魔すんじゃねえよ。殴るぞ。誰じゃね、君は。俺はヒーローをやっているものだ。先生、俺の町に落ちてんじゃん。ねえ、ユダヒヨッタ、信じられん。埼玉君、君は間違いなくこの町の命を救った。それに対する周囲のこの反応、これが現実じゃ。君は強い、わしが出会ってきた中で最もな。だからここはあえて口を出さん。
君がこんな業界で腐っていく姿は見たくない。やめるのも一つの道じゃ。こんな時に赤信号と。ったくどこ行ったんだよ。あ、君は確か C 級2位の。お前もヒーローなのか。ジェノス見なかった。ジェノス S 級ヒーローが負けたのか。誰だ君は。無面ライダー君はどこへ行った。うおー、ダツコギモード、吠えろジャスティスゴー。あんたヒーロー協会の人。そうだ、誰だ君は。俺はヒーローの埼玉だ。埼玉。よくやった。ナイスファイト。おい、ジェノス、お前、生きてんのか、それ。す。その私に盾ついたという。うん、分かった。雨降ってるから早くかかってこい。これは昇格祝いだ。悪いな、乗せてもらって。降りようか。いや、これくらい大丈夫だ。お前も S 級なのか。いや、俺は C 級だが。笑いたければ笑ってくれ。笑わねえよ。週1活動のノルマきついもんな、俺たち C 級は。面白い人だな、君は。俺は無面ライダー、君と同じヒーローだ。おい、前見ろ前。この俺が S 級ヒーローと知ってのことなのか。知ってるよ、キングだろ。でもこういうゲームやるタイプだとは知らなかったよ。お兄ちゃん、名前を決めて。やめろ。なんだこのゲーム、面白そうだな。え？ああ、それはアクションゲームだ。ロボット。誰か。おい、落ち着け。怪人はやっつけたぞ。目大丈夫か。ゆっくり開けてみろ。見えるか。ひどい怪我。こんな怪我大したことね。今日は大金星。あ、新聞なら間に合ってます。私は地獄の吹雪といえばわかるかしら。え、全然わからん。誰？彼女は B 級1位のお方だ。お前はヒーローを分かってない。世の中にはとんでもなく強くて悪い奴がたくさんいる。そいつらに立ち向かうのがヒーローだ。派閥、新人狩り、ランキング関係ねえじゃねえか。ヒーローなめんじゃねえぞ、このや。何が起きた。あれは S 級のジェノス。なんでこんなところに。お前これ誇りなんてもんじゃねえだろう。おーい、埼玉市。もしかして俺のゲーム持って帰ってない。キング。ごめん、持って帰って、いや本当にデータ消した。あ、なんかボタン潰れてる。だが強者を引き寄せる。私も仲間に。なぜなら強いから。ヒーローなんて名前だけさ。立派な志、崇高な思想、高尚な倫理観、ヒーロー的な正義感、俺の求め